首都圏の1都3県は今月末が期限の緊急事態宣言とまん延防止等重点措置を延長するよう共同で政府に要請しました。すでに政府の方に、送付をさせていただいております。延長の幅はどれぐらいがいいと？大体1ヶ月ぐらいです。1ヶ月ぐらい。1都3県の知事は26日テレビ会議を開きました。東京の緊急事態宣言と神奈川、千葉、埼玉のまん延防止等重点措置は今月末が期限ですが、4人はまだ解除できる段階ではないという認識で一致し、延長するよう共同で政府に要請しました。延長する幅について小池知事は1ヶ月程度がいいとの考えを示しました。延長した場合の措置の内容については有識者から聞いた意見や効果を考えて進めていきたいと話しました。